はい、ビッグベアと遊ぼう。はい、次は競馬。競馬今日日曜日なんで、G1 があるということで。そうなんです。はい、今日はレースがあるから。おっ、笑ったぞ。おー、笑った、笑った。おー、最終コーナー、最終コーナー差し掛かって、うわー、ドリフトあざすか。よし、あざす。今日は会長オンですね。オンの日なんで、ありがとうございます。やっぱこう、投資がね、はい、当ててやろうっていう気持ち。はい、競馬やっていきましょう。大事です。現在2時、レースがだいたい3時半ぐらいですか。1時間半あるんで、はい、おのおの予想して、かけて、それもし、もし当たったら、うん、その当たった金額も、うん、全てグッズにして、はい、見てる皆さんにプレゼントしようと思います。それは当てなあかんね。だから、あの、勝負とかではないんで。間違いない。3人で当てに行こうという。OK。よし。やっていきましょう。次は協力してね。協力して。OK。俺詳しくないんで、教えてください。OK。何が起こるか分かれん。それが競馬や。それが競馬さ。それでは予想してみましょう。ダメ。もうマスクしてるし。分かれへん。表情分かれへん。ねえねえ、マスクしてるから。じゃあ、まあ、早速予想していきましょう。はい。じゃあ早速予想していきたいんですけど、はい、うん、今日の、レース G1 15時40分発走の東京11レース、はい、東京競馬場11レース、はい、オークスということでね、第81回オークス G1、はい、このレースのちょっと説明というか、説明を簡単にね、はい、してもらって、まあ、このオークスっていうのはこの3歳は女の子限定で、はで芝で2400m、まあ、簡単に言えばこういうレースやりますよ。なるほど、はい、G1 3歳のメス馬の、はい、3歳ばっかりです。女王を決める、決めます、はい、山の野菜のことですか。山芽え、ちゃう、山の野菜のことですか。3歳のこと言って、あ、3歳に気づかなかった山の女のとか、なんかいろいろ考えてた3歳のこと。そういうレース、はい、はい、そういうレース、ハンデなしの、はい、みんな同じ条件で戦います。なんかこのこいつとこいつやみたいなのがいてるんですか。いてますね。この世代のそのモンスター、ああ、怪物と言われてる一頭出てますけど、一頭、はい、今日はね、うん、そこに名前を教えてください。名前はデアリングタクト。デアリングタクト4番、はい、はい、前走桜花賞っていう G1 の、あ、もう G1 で勝ってるんですね。はい、これも1着で優勝しました、うん、デアリングタクト。ベア君はちなみにどういう予想するんですか。俺は基本は人気寄りやね。あ、人気があるやつを、はい、硬い、硬いところと言われるところに、こうあんまり穴当じゃないね。穴を狙わない、これが来るやろと思って買うから、うん、これ来るんちゃう、はい、思って買えへんから、その信用を寄せて、うちの会長はもちゃいますから、信じるものが救われる。うちの会長の買い方もすごいっすよね。どんな買い方だ。鉛筆転がして試験の、ね、勉強できんこう転がして選ぶんすよ。ウェポンは？俺は家族の誕生日で行こうと思います。家族の誕生日ね。家族そういうのも、はい、あるからね、競馬は、はい、誕生日馬券とかね、誕生日と、あとこの20丸ちょっと多いところ、あーね、この印がついている、はい、新聞になんか20丸多いのちょっと強そうなやつが。なるほど。俺は三角重視かな。あ、この印が三角少なめのやつかな。あまりこう人気党じゃないんですよね、地方。ああ、そうだね。うん。アナト。アナト？雪の女王。決めるレースなんですよね、今日。はい、ありがとうございます。それしかないから。雪のまで言ってもうたら、女王しかないから。はい。なんでね。ケメニア、アナト？どう？雪の女王女王ちゃん、え、別に女王ちゃん、梅宮分か
からんわ今日のレースぐらいわからんわ土屋、はい、アンナとアンナとアンナとってそういうことねもういいっすね、これ一回置いといてはい、じゃあ早速、うん、それを踏まえてね、はい、レース予想していきましょう。はい、当てるぞ。はい、というわけで現在3時30分レースまで10分前、予想決まって、はい、馬券も購入させてもらいました。はいはい、10分前ですね。あとはもうレースを待つのみ、はい、ドキドキしますね。で、何を買ったか、どういう馬券を買っていったか、発表したいと思います。俺はあの家族の誕生日順で行くっていうさっき言ってたんですけど、うん、あのいろいろ話聞いたり新聞見たりすると、うん、もう4が硬いという情報が入ってきたんで、うんうん、俺はもう4からの家族の誕生日絡みで、うん、ああなるほどね、はい、いいと決めました。馬単と単勝4番2000円と、これね全部あの俺の家族の誕生日絡みなんですけど、4番からの、馬単に400円ずつで8通り500円ずつやろ、あ500円ずつ、うん、で合計5000円、はい、かけさせてもらいました。はい、でチョン君、チョン君はこれ男の三連単、男の三連単、そんな本命の4なんて気にしない2番16番からの三連単を100円ずつ48通り、はい、これ来たえげつないんちゃいます。えげつないのもあるな、えげつないのもある、うん、はい、これがチェホン君の予想です。はい、で次ラベア君、はい、はい、発表してもらっていいですか。僕も馬単です。馬単1着が4番で、はい、2着がこの数字くれば当たり、1、2、10、16、18、はい、まあちょっと固めですね、はあはあ、いわゆるガチガチ人気どころで決まるんじゃないかな。人気どころの、はい、何通り、5通り、馬単1000ずつ、わかりました。はい、でこれはもし当選したらこの金額分のグッズを、はい、皆さんにプレゼントしたいと思います。ぜひ当ててね。はい、レースまであと7分、じゃあ行ってみましょうはい、レースまであと2分、あと2分です。もう今、馬がゾロゾロと並んで、そう、あそこなんていうんですか、ゲートね、ゲートに入っていくとこですね。はい、よろしくお願いします。おー、すげー芝生気持ちいい。そうですね、はい、やっぱりあの多少のね天気も良かったんでね、今日暑かったっすね。決してプラン通りのレースじゃなかったと思うんですね。晴れ芝両馬場。ちなみに、チェオン君の一番いかついの来たら100万超えらしいです。あの前が止まらないような、ね、はい、そんな行こう、ね、はい、本当にねじ伏せるような17が2着した。3歳の3歳世代、はい、女王は誰だ、何だっけ、無冠の2杯牝馬え、二冠の無敗牝馬なんて言ったこれ、無冠の二敗牝馬出られない、食べこべえ、え、あれが無敗の二冠牝馬、はい、生まれるかどうかっていうレース、そう、歴史的な瞬間です。60何年ぶりとか言ってましたね。あ、そうなんや、はい、歴史的ですね。もし4番が来たら、俺はそんな4番に託しました。託した。はい、40分になりましたよ。飛べ飛べ4番お、なんていうんですか、あの人、こうやる人、上がってきました。はい、上がってきましたよ。はい、ファンファーレになりました。はい、皆さんも手拍子。
81回オークス優秀牝馬。テンション上がってますね。それはね、歴史的瞬間やからね。馬やん、はい、馬やん、はい、繋がってる。違うやん、違う生き物やん。馬と熊や、全然違うやん。あ、みんなさん、お、嫌がってる。お、これですね、4番来ました、女王。俺とベア君は4番推しですけど、チャロン君は2番と16番ですね。そうやね、がクレバ。あー、これだね。始まります。ふいったふいった。さあ、それぞれと、それぞれと、どうなってるか全然わからない。はい、まあ、そこは、ね、走りました。はい、はい、走ります。今正面ね、走ってますよ。おっとおっと、みんな行きたがってるな。2400もあるからな。16いてますよ、はい、うわ、16に来てるやん、チェオン君。最後の直線どんだけかよ。さあ、僕たちの4はどこにいる。あ、はい、結構後ろちゃいます。やっといける、これいけるの、ね、ここいけるの、あの位置。渡されて途中からピッチ上がるんじゃない、これ。あの位置いける、逃げるね、スマイルカム。前しんどい。いや、大丈夫、早いと届かない。大丈夫、あんなところで大丈夫。大丈夫大丈夫、4やぞ、これ。16かに行けへんかな。まだ我慢してるよ。死んだやつなんかな。いいの、悪いの。早めに仕掛けたクラバシロール、どうなの。いや、まだ我慢してる、まだ我慢してる、大丈夫。東京2400、16も我慢、直線長いよ。まだ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 いける。後ろからオレンジ、誰あれ。本当に、うわ、2来てるやん。また見してくれるのか。思ったよりも内々で。さあ、外を見つけて侵入して出せ。白ボイケ、白ボイケ、そのまま白ボイケ、白ボ逃げ切れ。白ボ16来た、うちから16も来た。うわ、ババ、悪いか、うち。もう分かる。さあ、デアリングタクト16来た、2来た。さあ、刺すな、こっから。あ、おぼな、16来た、16来た、お前や。うわ、7来んな、4、お前や、16頭いけ、4、お前や、16頭、ウィンバリーンスへ。どうなった、どうなった。いやー、見ましたか、最後の末足ね。俺取ったんかな、16な、取ってます。惜しかったな。取ってないですね。ありがとうございます、ウィンバリリー。16が来たってこと。いや、16が2着、16が2着ってこと。取ってないな、俺。俺取ってないわ。残してたらエグかったな。残さない、なんでか知ってる、怪物いるんです。やるな。いや、このノリの紙切りをね。この7って何、7って何でしょ。スマイルカナや。え、スマイルカナじゃないでしょ。ウィンマイティ、マイティ、ウィンマイティ。どっちにしろ取れてない。え、3着ウィンマイティ、うん、はい、ということで、ベア君は、ね、取れたんですね。僕取れましたね。で、俺も馬単は単勝だったけど、単勝で4番取りました。1600円。1600円。すいません。いや、でもタオル1枚分になるんで、今のこれは今しょうか、タオル、はい、タオル1枚分送らせてもらいます。
ベア君16頭で外れてるの。ベア君当たった。ベア君当たった。416。ベア君当てました。何歩ずつ買った。1000円ずつ。結構いくんちゃいます。まあ単勝なんでね。単勝？馬単。馬単ね。あ、そうそう、馬単なんでね、ある程度は。いやそうか、素晴らしかった。あのね、末脚届いた、届かないと思ったけどやっぱ届いた。よう喋るな。こんな喋るベア君、大箇所と一緒。難しい競馬は喋るな。はい、おめでとうということで、ビッグベアと遊ぼう、競馬編、はい、まだ興奮ね、冷めやらぬまま、はい、また僕だけ今日ほんまに企画、お疲れ様でした。で最後モノマネで、そうですね、得意なやつほんま嬉しかったほんまいい日やけど、最後の最後にするのやめよう。楽しかったです。なんで楽しかったね、はい、また呼んで、ちょっとじゃあ誰の準レギュラー的なノリで、誰のあれですか、ウェポンがお題出してあげて、あ、お題このまでこの人で最後締め挨拶お願いします。はい、わかりました。じゃあ今日はビッグベアと遊ぼう、ほんま楽しかった、みんなできるあれた企画でした。また違うゲストにも来てもらって遊べたらいいなと思うんですが、はい、今日はベア君来てありがとうございました。ありがとうございました。では最後はいつものベア君のものまねで締めたいと思います。いい、はい、超収益で3、2、1、どうぞ。飛ぶなお前。飛ぶぞ。ごきげんよう。